アレクサンドル・ドゥ・ロードアレクサンドル・ドゥ・ロードは、フランス出身のカトリック司祭、イエズ・スカイ宣教師。ベトナム宣教に大きな足跡を残すだけでなく、ベトナム語のラテン文字表記の方法を考案したことでも、知られる。1591年に、フランスのアビニョンで生まれた、ドゥ・ロードは1612年4月24日に、イエズ・スカイに入会した。1619年に宣教師として、 インドシナに赴いた。ベトナムでのイエズス会の宣教活動は1615年に始められたばかりであった。1620年にハノイ入りしたドゥロードは、以後10年にわたってベトナムの王宮で仕えた。ベトナム語とその文化を学んだドゥロードは初めて、ベトナム語のカテキズムや、ポルトガル語ラテン語ベトナム語辞典を編纂した。また、ベトナム語を ラテン文字で表記する方法を初めて考案し、このやり方が後にクオックグーと呼ばれて広く用いられることになった。ドゥロードは自らの報告の中で6000人以上のベトナム人に洗礼を授けたと述べている。1624年、東インド諸島での戦況も行い、1627年からはトンキンで働いた。1630年になってベトナムで カトリック教会への迫害が起こると、ドゥロードも出国を余儀なくされた。その後10年間をマカオで過ごした後、ドゥロードは、原子が支配していたベトナム南部に再入国し、笛で活動した。その後の政常不安の煽りを受けて1649年に、ローマへの帰国を余儀なくされた、ドゥロードは、ベトナム上会を行いながら、ベトナム選挙のための資金援助を各方面で求めた。 ベトナムへ再び赴むきたいというドゥロードの願いは叶えられず1660年にはペルシアに派遣されることになった。ドゥロードは道ーチへ赴いたが11月5日にエスファハーンで世を去った。ドゥロードはベトナムの文化や歴史をヨーロッパに伝えたことに大きな業績があった。ローマ滞在中、ドゥロードはベトナムに関する複数の書籍を出版している。例えば、 トンキン王朝の歴史や、ポルトガルラテン語ベトナム語辞典などである。1943年には、仏通インドシナで、ドゥロードの肖像の切手が発行されている。ありがとうございます。